バカサリオ、バカリサだよ。セアリスチャンネルです。はい、今回はじゃーん、サンキューマートでプレゼント交換、イエーイ、パフパフいきたいと思います。で、今回もね、恒例のいるいらないボックスがあるので、とても失礼なんですけども、相手がもらったプレゼントをいるかいらないかに仕分けていきたいと思います。もうなんかさすがに何回もやってきたから相手のこと分かってきたじゃん、うちら。うん、分かってる。企画やってくうちにね。だからもう次は結構うちは全部いるをね、目指してやっていきたいと思います。さやがリサにプレゼントする方からいきます。いきます。じゃん、ケロケロケロッピ、見え、見違えるか、見違えるラーメン。何回やり直すの。めっちゃ可愛くない？可愛い。入ってなんかすぐ店頭のなんか結構目立つところに置いてあったんですけど、これ見た瞬間可愛いと思って、うちも欲しくなっちゃって、見た目も可愛いからこのパッケージ自体も取っておきたいぐらい可愛いですね。この5種類の中から1個選ばれるそうです。ランダムね。もうそれもお楽しみっていう手で選んで。なるほど。あ、プリント海苔も入ってるって。へえ、すごくない？なんかいろいろね、特典みたいなのがついてきてますね。え、もうこれはですよね。ですね。ですよね。私もね、そう思いましたよ。ケロッピしか勝たん。でもうちこの調子で全部入れますわ。入れさせますわ。入れさせてもらいます。でもあげもらうわ。次、2点目。な、次なんですけど、リサ最近靴下好きでしょ。うん。ですよね。なんか、可愛い感じの、なんかキャラクターっぽい、ちょっと子供っぽいっていうか、靴下好きでしょ。ですよね。うん、言い方ちょっとあれだけど、うん、結構派手めな、なんか早く出してください。長います。じゃん、え、怖いね。かわいい。これは、お猿のジョージじゃなくてなんだっけ、羊のジョージ、羊のジョーン、羊のジョーンか、すいません、ショーンです。羊のショーン、羊のショーンですよね。羊のショーン、うん、の靴下。これベイビーなの。めっちゃ可愛くない？可愛い。で、まあ、裏表ね、同時のものなんですけど、んー、これ、ポリウレタンって知って。え？これ可愛いなと思って、うち自体もね、一目惚れしちゃって、それでね、まあ、買いました。お前が欲しかったんだ。違う！なんかさ、リサもこういうの好きじゃん。だから、なんか、可愛いなと思って。リサがさ、履いたら可哀想じゃない？ほら。可哀想。なんかさ、この見た目でさ、かわいそう。実は、靴下。これです、みたいな。あ、めっちゃかわいいってなる。ちょっとリサに似てる。あ、こっちもかわいいけど。いいので。失礼だな。じゃあ、これは。これは。すいません。いらないボックスにね、入れました。え、理由は、ちょっと、羊のショーンってさ、あの、大人のさ、このイメージあるじゃん。で、なんか大人の子で、なんかクマちゃんない子が欲しかったです。いや、主役派か。そうなんですよ、すいません。そっちか。まあ、でも、これは、うち履きますわ、じゃあ。うん。じゃあ、いきます。何があったの？すいません、間違えました。今の見なかったこと。水色の物体で来たけど何か分からないか。すいません。じゃん！あ、ぷよぷよだ！タグ見て分かった。え、なんか多分、あの、ナレーション？なん、説明する子かな？なんか、ぷよぷよのゲームとかに出てくる子。知ってた？この子。うん、知らなかった。マジかよ、もう、キャラクター知らないっていうのはさ、この子知らないってことは、知らないキャラクター欲しいか欲しくないかって聞かれてるようなもんじゃん。この子の名前は、カーバンクルさんです。いやー、これね、どうしよう。ねえ、どうしようかな。ごめんなさい。ちょっと、ただ、ぷよぷよやってるだけのぷよぷよのキャラクター知らない人だから。あーね。うん、じゃあ次行きます。じゃん。さっきね、間違えて出しちゃったんですけど、あー、かわいくない？かわいい。これは多分トイストーリーの黄色いさ、鳥ちゃんとさ、一緒にいるさ、バニーの。ダッキーとバニーのかな？そう。
めっちゃ可愛いと思って見た瞬間一目惚れして、これ何種類か種類がいろいろ置いてあったんですけど、うんうん、今回はなんかリサっぽいかなと思って、ちょっと水色な感じとか、なんかちょっと顔とか、これの判定をお願いします。どうしよう、ネガマジで言ってる。いや、ちょっと巾着ちょっとうち部屋にありすぎて困ってるんですよ。逆になのでちょっとこれ以上巾着いらなくて。じゃあ例えばこれがキュルキュルキュルッピだとしてもいらなかった？それだったらもらってた。もらってたんかい。次ね、最後です。いきます。じゃん。喫茶茶アルーム。アムールな。アムール。喫茶茶じゃなくて純喫茶じゃない？純喫茶のアムールさんですね。テンさん。ね、メロンソーダの。リサさんメロンソーダ好きじゃん。うん。うんうんうん、ちょっとこういうエモい雰囲気。そういうのってかリサ好きそうだなと思って買いましたね。手先可愛かったよね、これのね。服とかね。嫌な予感がするな、あれ。ほら、可愛くない？かわいい。なんか携帯カバーとか、あと、まあそれも、あと他には例えば、まあ壁とかに貼っちゃってもいいと思うし。パワーに怒られてるからやめて。はい。じゃあこれは、ネガ。失礼しました。今日やばくない？いや、なんか、純喫茶のアムールさんのやつは、あの、グッズめちゃ見てたのよ。そこまで合ってる。いいスイッチだ。けど私、あの、手下げとか、T シャツ見てたの。マジか。うるさい。うるさい。汚いです。はい、じゃあ次、交代で、うちがさやにね、プレゼントを送りたいと思います。デューデュン。これは、あの、さっきさやが出してたやつの、あの、同じ種類の、ジャックですね。可愛くない？この間サンキューマートでジャックの靴下買ってたんですよ。イコール、ジャック好きなんじゃね？と思って、これ選びました。おー！ぜひ判定してください。これ、あの、うち、あの、入ってから、うち、企画間違えてて、自分のものを買うと思ってて、勝手に。で、その時に入れちゃってて、あ、やべ、間違えたってなってたんですね。なんで、これめっちゃ欲しかったんですよ、マジで。なるほど。そう、なんで、これは、あの、いるになります。イエーイ。全部当たってますね。ジャック好きですね。すごい。完璧。天才。続いて、ダーラン。メガネで、これただのメガネじゃないんですよ。グレーなんですよ。このグレー。見てください。グレーなんですよ。いつも黒をつけてて、ちょっと暗いなと思ってたので、グレーの縁取りつけることで、いつもとちょっと違う雰囲気が、ね、出るかなと思って、ね。グレーの丸メガネでーす。うーん。あ、似合う。鼻のタイプ以外似合う。どうすかね。片目。片目。え、めっちゃ可愛いやん、これ。可愛くない？めっちゃ可愛い。今日の団子とか特に似合うくない？実は、これ試着してたんですよ。すごくね、うち。その時にね、もうこれ欲しいなと思ってたんですよ。これは、いります。ああ。かわいい。すごい。続いて。てれん。羊のショーンの、あ、給食セットでーす。かわいくない？うん、かわいい。紫。ほんとかわいい。なんか、うちも羊のショーン、めっちゃかわいいと思ってて。開ける？ちょっと口、うん、口のサイズに入る。ちょっと感じる。ふざけんな。ね、ぜひこれでね、今日の夕飯から食べてください。なんか固まるね。いや、夕飯食べんのこれで。迷う、めっちゃ迷うなんですけど、給食セットはぶっちゃけいらないんですよ。いらないにします。マジか。マジ自信ないんですけど、ねれん、グーフィーの靴下です。これはぜひ学校用にと思いまして、これも自分の企画だと勘違いしてた時に見てたっていうことは、こっちですね。あ、間違えたくそ。ぜひ、いるに入れてください。これは、いります。
イエーイ。これはねめっちゃ可愛いと思って、なんかこれ他の種類にもあったじゃんキャラクター、うん、本当にグーフィー撮ってたんですよ。本当に怖い、マジで怖い、本当に怖い。イレですね、本当に怖い、マジでこの子怖い。あのミッキーとかミニーとかいたんですけど、うん、あのその子たちじゃ絶対ないと思ってでグーフィーにした。ディルーン、ギュルーン、早くない？うん。でこれはトイストーリーのねフォーキーでございます。はい。でちょっと派手な靴下もなんか土日履いてるイメージがあったので、うん、派手なね靴下1個ね選びましたね。私2つで迷って、あのモンチッチのさ、あの靴下持ってる、あれめっちゃ可愛いよね、あれの女の子バージョンか。それの、それめっちゃ可愛いと思ったこれで悩んだんですけど、いやー迷う、めっちゃ迷うけど、そういう時は色に入れちゃう。フォーキー好きなんですよ、めっちゃ入れちゃえ。フォーキー自体がめっちゃ好きなんですよ。なんですけど、リサのこの顔が腹立つのでいらない。なんでだよ。いります、めっちゃ可愛いです、いります、イエーイ、いります、めっちゃ可愛い。もうこれはね頑張ったよ。いやーなんかさめっちゃ悔しいんだけど、逆になんか自分が色に入れることに対してちょっと悔しくなるみたいな不思議な現象が今私の体の体内でね起こったんですけども、うちさあリサにいる1個しかさ入れてもらってないよ。うん、もう本当に真逆だね、すごい、やっぱ姉妹と真逆なのね。たまに、はい、ということで4つと1個がプレゼント交換の中で成立しましたね。やっぱこの企画はねうちらのねなんかなんて言えばいいの、友情、家族情家族の情、家族情、うん、友情、愛情、家族情、でも深まるのでいいですね。やっぱりまたなんかやってほしいお店とかがあったらぜひコメント欄にお願いします。はい、ということでね、この動画がいいと思ったらグッドボタン、チャンネル登録よろしくね。バイバーイ、バイバーイ、ボタン、ボタン、ボタン。